どうも、哲学とです、えー。今回はですね、えー、ディアブロ o i リザ e クテッ r の、えー、オープンベータの方をね、一応2章まで、えー、クリアしましたので、ちょっとね、えーまあ、やってみての感想とかについてお話ししていこうかなと思います。良かった部分、悪かった部分。 えー、まあこれからね、えー、買う方っていうか、まあディアブロッツ・リザレクテッドを、まあ、遊びたいけどどうかなってちょっと検討してる方の参考になればいいかなと思います。そうですね。まあ、ロードは、今、まあちょっと、あのー、マップ読み込んでるんで時間かかってますけど、普段のね、あの、切り替えのとこなんかはすごく早くいくので、多少読み込んだ直後ね、えー、もたつきますが、えー、そこら辺は大丈夫かなと思いました。で、 とにかくね、やっぱり一番のこう、今回、良くなったところとしては、やっぱりグラフィックがとても綺麗になって、で、あとですね、あの、ムービーなんかもね、少し、えー、あ、これちょっとリニューアルしてんのかなっていうところあったんで、まあ、間に含まれる、えー、ムービーもちょっと、えー、前のね、 20年前の2よりも綺麗になってる印象でした。でね、あのー、画像はね、こう、過去の2と入れ替えたりすることもできますので、懐かしいリゼ、えー、過去のね、ディアブロ2の画面で楽しむこともできるようになってます。そうですね。あと、えっ、ー、と、保管庫の方がね、今回拡張されて、あのー、 前はね、この自分用の保管庫だけだったんですけど、まあ共用保管庫が3つ増えて、まあゴールドもね、独立して預けられるようになったんで結構良くなったかなと思いますね。まあただちょっと、えー、PC 版だとね、おそらくこれは桁表示できるんですけど、まあなんかちょっとプレス版だとこう、 桁をいじっていくみたいな。10まで行くと10ずつ100まで行くと100ずつみたいな感じでいじる感じなので、ちょっとここら辺はえー、まあ、ちょっとプレステだと操作しにくづらいかなっていうところはありましたね。で、あとそうですね。戦闘面で言うと、あの最初のうちは方向キーで敵がえっ、ー、とこうターゲッティングされるんで大変だったんですけど、まあ、慣れてくるとえー。 まあ、そんなに気にならないかなっていう感じでしたね。ただ、まあ、あのー、PC 版だとね、その場、その場所に立ち止まって、そこからスペルを打つとか、あのー、影の敵に向かって、えー、打つとかってできたんですけど、それがね、ちょっとできないので、あのー、敵を復活させるような、えー、魔物、えー、ゾンビを復活させてくるような魔物のボスを、えー、ピンポイントで狙って倒したりするのがちょっと、 と大変だったかなって感じですね。なんで、PC 版とプレステ版っていう意味で言うと、まあ PC 版の方がちょっと操作は楽かなという感じはしますね。で、プレステ版は、えっ、ー、と、インベントリがね、こういうマス目方式なんで、ここはちょっとね、ディアブロ3なんかのは、あの、マス目方式から60個までのアイテムが持てるようになってるんで、そこら辺はちょっと、 まあ、プレステだとちょっとやりづらいっていうところはあるんですけど、まあ、あの、四角長押しでね、保管庫に移したりとか、こういう機能はちゃんとつけてくれてるんでいいかなって感じですね。で、あとそうですね、インベントリそのものの大きさは変わってないので、まあ、保管庫はね、かなり4倍になってて、えー、使いやすいと思うんですけど、まあ、ちょっとインベントリの大きさ、えー、もうちょっと大きくしてほしいなっていうところは、正直ありましたね。 ただまあ、この大きさでなんとかやりくりするっていうその不便さも楽しみの一つかなと思いますので、まあ、なんだろうな、最近のハクスラと比べちゃうとね、いろいろ物足りないと思っちゃう部分もあるかもしれないんですけど、まあ、ディアブロ3っていうとかをね、やっていて、まあ、ディアブロの世界観そのものが好きっていう人はね、2は楽しめると思います。 でですね、ダンジョンなんですけど、まあ、今回私、アクト1、アクト2と、え、まあ、2日にわたって、えー、配信させていただいたんですけど、まあ、1日目が6時間、えー、でアクト1をクリアして、2日目が、えー、5時間半でアクト2をクリアっていう感じだったので、まあ、そこそこボリュームがあって、あとそうですね、ダンジョンがそもそもかなり大きいので、あのー、まあ、 慣れる、慣れるっていうかまあ最初にね、キャラクター育てるときは6時間5時間とかそんぐらいかかるのかなって感じですね。で、あとクエストはまあ第 1, 1章ごとに6個ずつあって、で、まあ割かしヒントはあるんですけど、たまにマップに迷っちゃうときなんかもあったんで、えっ、ー、と、そうですね、今だともう結構ネットにあの過去のね、えぇ、ー、アブロ2の えー、攻略ウィキとか立ってますので、まあそういうので調べながら、ちょっと迷っちゃったら、えー、次のね、ダンジョンの場所とかを調べていくといいかなと思います。でですね、あと、この、まあアイテムに魔力を込めるとか、あとスキルの部分ですね。スキルの部分が結構独特なので、まあスキルの振り直しって、まあ一回ね、クエスト報酬ではできるんですけど、 えー、まあ、まだちょっと序盤の1章2章をクリアした段階だとそんなに頻繁にはできないので、まあ、基本的には、え、間違えないように振っていくっていう感じですかね。私はソーサレスでやったので、まあ、ファイアーボールっていうスキルがね、解放されるのを待とうと思って、レベル12までほとんどスキルとか振らずに来ちゃったんですけど、えー、っと、基本的には、ま、ファイアーボールに振ってダメージを出していくっていう、まあ、ビルドっていうか、 組み方で最後のデュリエルを倒しましたね。で、一応最後ね、レベル21まで上がったんですけど、まあアクト2までの段階だと30レベルまで上げるのちょっときついかなって感じなんで、あの、スキルーね、レベル30になると、えー、全部が自由に選べるんですけど、そこまでちょっと上げるのきつかったかなって感じですね。で、あの、まあ、基本的には、こう、スキルをね、レベルで上げるのと、あとね、 あのー、キャラクターの装備品なんかでも上げられるんですよね。例えば杖なんかにファイアーボールのスキルプラスイッチとかついてると、えー、レベルが上がった状態になりますので、こういうのはやっぱ駆使してやっていく感じかなと思います。ちょっとね、2章のボスは結構、えー、近接系なので、まあソロでね、操作してやったんで結構苦戦はしたんですけど、まあな第2章、えー、結構ね、傭兵あのー、 あんまりそのディアボロ3だと、えっ、ー、と、獣舎ってそれほど攻撃のメインにならないと思うんですけど、えー、ディアボロ2はかなり従者が強いので、従者というか傭兵が強いので、まあ傭兵頼りで進める部分もあるので、 まあちょっと自分一人じゃきついなっていう人でも、まあソロでも、近接系と戦うこともできるかなっていう感じですね。とにかくグラフィック綺麗で、とてもね、楽しい、12時間だったんですけど、まあ、そうですね。この後アクト3、アクト4、アクト5っていうのが、まあ本編では、プレイできて、で、キャラクターの方もね、まあ今回の体験版の方ではできない、えー、ネクロマンサーとかね、 あと、アサシンっていう職も、えー、プレイできますので、まあそうですね、ぜひぜひ、あの、あと2日ぐらい、えー、オープンベータの方もありますので、あの、ちょっと気になるなって方は、まあ一度やっぱダウンロードしといた方、してプレイしてみると方がいいかなと思います。で、難易度に関しては、まあ正直ね、えー、最近のディアブロ3ってかなり遊びやすくなっているので、 ギャブロ3の初期もは結構ね、敵も強くてきつかった時もあったんですけど、まあ、なんていうのかな。昔ながらの RPG の難易度っていう感じはするので、ちょっともしかすると、あの、手軽に遊びたいなっていう層にはちょっときついかもしれないんですけども、ただね、工夫次第で、えっ、ー、と、クリアは可能だし、比較的にマルチでは、えー、進行もね、 楽になりますので、そういうところはいいんじゃないかなと思います。で、今回完全日本語化されてますので、あのー、デ i a b l 2の PC 版もね、あの、日本語化は一応されてたんですけど、まあ、ちょっと今から入手するのはきついので、まぁぜひぜひリザレクテッド t の、えー、日本語のものをね日本、日本語で最初からプレイできるんで、 日本語で、えー、ストレイを楽しんでいただけたらなと思います。もう私の中ではかなりね、あの、楽しい部類のゲームでしたね。で、まあ、ディアブロ2の特徴としては、あの、死んだ時にね、アイテム全部その場所に落としてきちゃう。っていうか、まあ自分の装備してたアイテムに関しては落としちゃって、インベントリの中身が残るっていう感じなんで、あの、常にこう、なんていうのかな。 えー、死んだらアイテムが、をその場所にばらまいちゃうっていうリスクとの戦いっていうか、そこも楽しいところなんですよね。で、まあそうならないためのコツとしてね、一つまあお伝えしとくなら、あの、このウェイポイントですね。あのー、各ダンジョンの途中にある、えー、こう、ワープ、ワープ用のゲートがあるんですけど、まあ、このウェイポイントをしっかりその場所に行ったら取っていく。 っていうのとあ、下墓地に取ってないね。あのー、あとですね、それだけだとかなり道中長いんで、えー、途中で死んじゃうときついので、タウンポータルですね。タウンポえー、とにかく、えー、こまめにタウンポータルを開いて、死んでもまあそこに戻れるようにしとくといいかなと思います。で、お金もね、死んだところでばらまいちゃうので、まあ保管庫の方にね、えー、預けとくとかっていうことをやった方がいいかなと思いますね。 まあ保管庫にちゃんとお金を、えー、ちょっと経ったら預けるとかっていうことをやった方がいいですね。あのー、傭兵は自分が死んじゃうと傭兵も死んじゃうので、あのー、傭兵を生き返らせるのにお金が必要になるので、必ず保管庫にお金を貯めるっていう癖をつけた方がいいかなと思います。あと、ま、こまめな、えー、タウンポータルを出しとくっていうことですかね。なので、結構そうですね、攻略情報もたくさんネットにあるし、 あのー、まあ、多少難易度が高いところはあるんだけども、まあ、楽しめるんじゃないかなって感じですね。ちょっと骨太な、えー、少し難易度高めな、えー、ハクスラゲームをやりたい人なんかにはお勧めできるんじゃないかなと思います。あとそうですね、システム面で気になったところ特に、えー、ないんですけど、まあ、ちょっと操作性の違いはあるので、まあ、PC がいいのか、 えープレイス4でやるのかとかねそこら辺はちょっと、えー、実際にねオープンベータ触ってみるとえー、いいんじゃないかなと思います、まあ、私はすごく、えー、楽しめたのであの製品版の方もね今後配信でやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします今回は、えー、一応アクト2までねオープンベータでは遊べますのでぜひね えー、残り、まあ、数日ですけども、えー、遊んでいただけたらなと思います。また、このチャンネルで、ちょっと初心者向けの解説動画とかも、えー、リザレクテッド2のものも増やしていこうかなと思いますので、まあ、すでにね、ディアブロ3の、えー、解説動画見てくださってる皆さんは、えー、もしよろしければね、えー、2の方も、えー、なんかちょっとわからない時に調べる、えー、そんなチャンネルになれたらいいかなと思ってます。 えー、本当にね、今回も配信来てくださった皆さんありがとうございました。ではでは、また9月24日が、えっ、ー、と、実際の製品版の発売になりますので、9月24日から、そうですね、今度は私が一番大好きな、えー、たくさんね、骨を召喚して戦うネクロマンサーあたりでね、始めたいかなと思ってます。一応、ベータ版でね、作ったデータは、えっ、ー、と、 あの、本編には持っていけないんですけども、まぁ、あ、アクト2までとりあえずちょっと進めてどんな感じの操作なのかなっていうのに慣れておく意味でもやってみるといいんじゃないかなと思います。えー、ではでは、えー、また次の動画でお会いしましょう。もしね、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。哲学とでした。